しょ。はい、レイドジャパンセットできましたよ。なんか通し方さえ見えてくればこれ連発するかもしれないな。よし。はい、 HP バグね、バスの家になってましたよ。あ、沈む虫を入れ込んで、ほら来た、もうバスの巣だね。よっしゃ、食った一発。バックスライドどうかなと思ってね、流してみたらリバースクロー速攻で食いましたよ。おー食った、いきなり付け替えたら速攻食った。リバースクローすげー。ビラビラがある方が後ろって付け方にしたら速攻でね食ってくれました。よし、ビバギルノーシンカードリフトで、よし出てこい。よっしゃ、いやいいでしょこのバス。うわ、元気な綺麗なバス、バスのなる木だね。もうほんといっぱいねこれ。あーちょっとね、ヘッドスライドのねジグストやってみたら元気なバス連れてくれましたよ。多分ね最後の1匹になるともう暗くなってきたんで帰らないとって感じなんですけども、ヘッドスライドにフルスイングのセットでナイスなバスくん、ジグスト使いで来ました。ちょん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 ってねやってね、じゃあ逃がします。はい、というわけでバスのなるマンションね、いやーちょっとあのポイント1個だけでね結構釣りができましたけど、最初ねこのヘッドスライドにフルスイングでもう濁っちゃってて、もうバスいないのかなと思って投げながら巻いてたら1匹釣れてくれて、
あれこれはいいんじゃねえかってことで、外角カバーの外側をライトリグね、 HP バグで探ったらまたポンポンポンって釣れて、でいよいよカバーの奥にぶち込んだら結構いいの釣れるんじゃないのかっていうことで、リバースクロー、テプスのリバースクローに変えて丁寧に流し出したらね、そっから連発連発で、最後にねまたちょっとこういうチャッチャッチャッチャって泳がせるような感じのやつでね、何しろ濁っちゃってるんで沈めるやつだとね根がかっちゃうかなっていうことで、根がかりの少ないノーシンカーとか、あとはこういうスイムジグ、これでやってみました。でね、まあライトリグとかもっと入れれば数はねいっぱい出たかもしれないんですけど、一発大物出ないかなっていうことで、こういう感じの釣りとかね試してみましたけども、久しぶりにですね、あやべえもう今日丸坊主確定だななんて思ってからのパターンが見えたっていうことで、一日楽しむことができました。またね夏の釣りは続きますので、まあでももう秋になってきますかね、引き続き頑張りますので、釣りこう TV よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、いよいよ今回最終回っていうことで、バスの鳴る木シリーズっていうことで、もうね最初から最後までね、結局その他のところも打ったりしたんですけども全然当たり出せなくて、で木に投げるとやっぱね釣れちゃうっていうことで、まあ数的にはそのリバースクローとか活躍してくれたり、あとはスピニングの釣りで試してみたら HP バグとかですね、でもまあ大元としてはですね、こいつが結構ね起点になったのかなっていうことで、本当ねどこで釣れるかわからないっていう状況で、これをですね投げてもうねただ巻きでサーチしていたらバスが追った食ったねっていうので、まああれここの立ち木なんかいいのかなって思って、そのそうですね、それぞれのワームいろいろ入れ込んでみて、で一番まあ反応が良かったのはそうですね、リバースクローで数釣りとサイズの方も出たね。で帰り際にね、最後にね一番最初に使ったまたこのレイドジャパンセットを投げてみようっていうことでね、またねただ巻きで出てくるやつ、その他にこうバックスライドとか以外にいないかなって思ったらですね、まあいなくて、ああまあでもバスはいいんだろうなと思って、で今回ねこれをジグストー使いですね、ブルフラットとコンツアージグなんかでよく好きでやっている、こう投げてねシェイクを加えることによってこうバタン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 アピールするね、このねやり方を試してみたところ、最後の最後にねラストの1匹が釣れたっていうことでね、これただ巻きでもねボディを支点にグネ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 動くようなハイアピールなルアーなんですけども、それにこう縦系の波動を入れたらですね、まあ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 よ、結構ね反応が良かったっていうことで、まあ、バーンってねすぐねバレちゃったりするのとかもあったんですけども、釣り上げたのはね最後1匹でしたが、結構ねこれのジグスト使いにしたら急に当たりが増えたよってね、そういう瞬間的な悔いの時もやっぱこの細軸のね針なんかが、サクッと不安定なバイトもバシッてねかけてくれるんじゃないかななんて感じましたので、まあ今後ねちょっとそうですね、ギル系ワームばっかでやってたんですけども、ギル系ワームなんかあんまり当たり出ないなっていう時にねちょっとね試してみようかななんていう風に感じました。何にしてもね今回はこの 5g ヘッドにこの4インチの、ね、フルスイングね、つけてみたっていうことなんですけど、この組み合わせねほんとね使いやすかったですよ。なんかで当たりもね短時間しか投げてない割にはもう多く出たんで、一気にねお気に入りの組み合わせになったっていうことで、で何にしてもね今回はねほんとバスの鳴る木シリーズっていうことで、まあ一本のねカバーからどれだけバスが引きずり出せるのか、その後もね実はポイント行ってみたりしたんですけども、あそこまでね釣れたのはね一回っきりで、その後行った時はですね同じようにいろいろリバースクローとかね試したんだけど、まあ、釣れなくはないんだけども、今回の動画ほどの反応はなかったので、まあ、たまたまね濁りが薄くなってくタイミングとか、その流れの強弱とかいろんな要素が絡み合って、あそこにギューッとね、バスが
集結していたのかなっていうことで、まあ何にしてもね、まあ、バスが集結していたのかななんていうことで、本当ね、昔ですね、亀山ダムとかでですね、JB トップ50のトーナメントが行われていたなんていう時代があったんですけども、まあそこで二重爆艦でバスが見つかったとか、いろいろ、まあその後のね、いろんな不正とかのね、やつがあって、なかなか今ね、ああいう小規模なダムとかで、レンタルボート船っていうのがね、全然なくなっちゃったんですけども、記憶の中では、確かね、そういった房総リザーバーの大会の時でもうめちゃくちゃ、雨が降って土砂濁りになったなんていう時があって、で、その時優勝された方のやり方が、もう土砂濁りの中の、すんごいね、バスの反応がいい、なんかポンってある何でもないね、木立ち木みたいなのを見つけて、そこからもうひたすらバスを抜きまくって、で優勝したっていうね、そういった試合があったのをね、どっか頭の片隅の片隅に覚えていて、もうちょっとねバスはこれでいないのかななんて思ったんですけども、今回まさにね、土砂濁りのねカバーから一本これでヒントを得て、でそこからちょっと手を返し直回ね、連発したね、あんまりこういった経験って自分今までしたことなかったので、あはぁと思ってね、あでちょっと流し込む角度とかリグとかね、いろいろ変えてくると、あれバスって結構反応ねするんだなって、久しぶりになんていうか、ルアーフィッシングの醍醐味ね、あれ餌釣りとかだと例えばまあ餌を流していくって流し方を変えるっていう感じなんだけど、やっぱね、ルアーフィッシングなんで、こうそのいろんなルアーの特性とかをちょっとずつ変えて、で試していくことによってなんかね、次々と、違う魚が釣れてなんてね、これはあー久しぶりになんかバスフィッシングしてんなーみたいなね感じでね、すごいね面白かったんですけども、まあ何にしてもそれのねスタートス最後をね、気づかしてくれたっていうね、このね、フルスイングにヘッドスライドの組み合わせね、今回ね活躍したので、またねいろいろと投げ込んでいこうと思います。というわけで本日の釣り子 TV はバスの歩きシリーズのね、最終回っていうことで、こちらレイドジャパンの、ヘッドスライドにフルスイング、この組み合わせでねいいバスが釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。